どうも皆さんこんばんは。お待たせいたしました。山瀬です。よろしくお願いします。もうあと15分後には、来ちゃう。生放送始まったら、これちょっと全部音消すけど。こんばんは。名前どうしたの？名前？え？いや別に、何もないですよ。いや、いつも通り。全然、何も問題なかったですね。大丈夫そう。滑り込み勢です。よろしくお願いします。A 祭の時のあのマルチミニゲーム。M 橋で入るのが嫌だったから、この名前で潜ってました。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、来た音聞いたことあるだろ？音大丈夫？銃撃って。リーウェイ校は絶えず発展している。だから、怪盗祭も古いものばかりにとらわれず、新しい流れも組むべきだと思ったの。銃撃って。いや、新緑の谷一帯じゃ結構有名なんだぜ。誰かの家で祭日を祝った時なんかに呼ばれて舞を披露するんだ。クリーナは私のお母さんなんだよ。あれそうテイ君の新しい衣装のやつじゃない？ムートの言う通りだ。ザオ茶でもどうだ。新緑で俺がおごるからだ。面白い。あ、面白い動き。大当たりだぜ。現在出番だ。わ、すごい。なんかあのポケモンのあの子にすごい似てる。タコがどんだけ高く遠くへ飛んだって。え、私以上だ。うわー、エロ。託せし言葉、旅のものへ送らん。天外よ。しおりさん。未だ帰らざる人あり。いつかまた会えるって。え、待って、なんで二人いんの？離れ離れの日々は必ず終わりを。ちょっと待って、追いつかない、追いつかない。旦那を祝う祭りだ。そこまでは思い出せ。わ、新マップだ。お前は未来なき道を選んだ。すべての過ちの原因はこの私です。どうかこの子だけは助けてください。え、ピンバーやこれ。あ、属性カール系ランダー。え、リュウイ属性カール系のボス多くない？来た。アラワは日に千里をかける。しかとついてこい。ほうき、うわ、ほうきかっこいい。え、シル千人のご高齢だ。あ、出るゲーム間違えてます。あの、鶴おばさん出るゲーム確実に間違えてる動きしてます。あの、完全に、あ、稲妻イレブンのデスゾーンを撃てるような動きしてました。うわー、めっちゃいい。もう雰囲気、俺、すげえ好きなんだけど。なんかちょっと水中潜れる。そんなことはないよね。え、ちゃんとあれか、人が暮らす場所なんだ、新マップ。結構じゃあでかい。水上山岳陸地、五層でどんな道でも通ったことがあるぜ。俺は安心しろ。金刀剣士って名は伊達じゃないぞ。え、そんなあり？あ、そう、乗れちゃう。まあ、そっか。大当たりだぜ。おもろー。出番だ。この衣装めっちゃいい。普通に欲しい。スキルであれかな、飛んでなんかくるくるくるって、あ、これくるくるくるって。あー、アスカ文化アタックするんだね、ガミン君は。ラージャーバグだった。来た。竜尺風神君、鶴おばさん。マジで飛んでる？うわー、すごい動きが。探索のインフレ始まっちゃった、原神。现在闲云的开发进度已经接近尾声了，或许大家和我一样，也想知道研发同学们对这个角色有怎样的看法。那现在，让我们一起去采访一下他们吧。哎，同学，能和我们聊一聊制作闲云这个角色的初衷吗？啊，其实很久以前啊，我们就有了
将流云这封真君化作人形游历世间的想法。正好呢恰逢这次海灯节，为了让他就是出现在今后的故事里面更加自然更加顺畅吧，我们就借这次机会呢去把他的形象制作出来。やっぱカラクリ使うよな。わあ、メガネ取った姿も見れるの？ちょっとずるいね。二度おいしい。引くべきです。皆さん。其实这个玩法在我们游戏中一直都存在，但其实在实战中很少有角色能用得出来，所以这一次我们想尝试制作一个角色。これやばい。あ、落下攻撃狙い定められるんだ。更多的角色身上，并在实战中。一番近い敵にあれか？自動ターゲットする傾向？所以想做一个快乐的跑图人。うわ、世界遺産探索楽にしたいです。わあ、もう運営が言ってます。聞けと。谁不喜欢那个女人呢？我不知道。当然了，在制作的过程中，我们也会遇到一些问题。啊？什么问题？他妈的！啊，難しかったんだ。其实并不是很容易。やっぱ千人の動きだから。不能太有科幻感。同时呢，要保持它的高级感。いや、出しすぎですよ、美穂さん。同时也要兼顾工科女的感觉。在打磨元素战绩的过程当中遇到过。多分あれだ。あのデバッグする中で。战绩的过程当中遇到过一些问题。デバッグする中で多分あのつるおばさん、テイワットのジムを多分突き抜けちゃってたりとかいっぱいしたんだと思う。動きがやばすぎて。之间的平衡关系，元素战绩在俯冲下来的时候很难观察到。あ、やっぱね。あ、おい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 。目が痛い。中断体制ってこと？还是挺顺利的，挺顺利的。どれだけ、いや、いいんですか？ガチでインフレじゃん、これ。相当大変だったってことでしょ。希望在 4.4 版本呢，我们大家都能从忙碌的生活中找到属于自己的清静，也希望大家能够喜欢上。新マップ、つるおばさん。希望大家多多玩原神。タイグですね。大家享受跑图的乐趣。放浪者の時と一緒です。大家都能准时下班。别骂了，别骂了，求求了。ソルシュ涙目じゃないですけど、今回龍尺神君。不要和仙人握手，那是仙人。仙人剣。那就给仙人掌，仙人掌，仙人掌。希望的 UP 主们能让我们过个好年。把锅的太厉害子，哇！那么今天的节目就结束啦。待って、我絶対したくなっちゃったけど。すごい寸劇出たりしやすいんだけど、ダメですかね？あれは不意だろう。知ってるよ。ね、やっちゃダメってやったらやってって言ってるようなもんだからね。戦い方。仕掛けの術は実に奥が深く興味の尽きない技術であり、本当以上に声いいんだけど、一言で説明できるようなものではない。だが毎回この話をすると通常メインではないな。確実に落下っぽいよね。元素スキル打ってで、どれ高ければ高いほどダメージ上がる系なのかな。あー、元素爆発きた。え、なに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 、わからんわからん。え、待って待って、え、并在同伴完成下落攻击。その動きは看起来很有意思啊。ドラゴンストライク誰でも打てるってこと。ナヒーダだー。おめでとうみんな。あー、サポーター系だな。ホウキかっこいいねこれね。おー、そうきた。いや、荒滝とアルメドは、アルメドは別に良かったんじゃないの、入れても。わ、いいえ。待って、銃撃か。銃撃じゃない、落下したいか。今まで落下の倍率高かったけど、あんまり使う機会がなかったキャラクターとかいんのかな。え、フータオとかいいんじゃないの？ダメ？倍率わかんで低いのから、フータオの落下。スタミナ使わずに済むじゃん。一突しなくてもよくない？あ、ディルック、まあそうか、高いか。そうだよね。だからこそ、ドラゴンストライク？ね、流行ったもんね。流行ったっていうのが難しいんだよね、でもあれ。俺使えなかったわ。来たよ、スツシロー。おい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 、おい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 、いいんですか？そんな新衣装もらっちゃって。最高じゃないですか！回転の宴。
ついに来ました。新衣装をみんなが楽しめるイベントが。でも近くにスシローないんだよな。なんでさ、テイ君がオーガポンになってるの？一番気になるわ。クアキ配布。素晴らしい。さ、どっちかさ、星5コスチュームからディルックみたいに2人目の演出変わるんだよね、エフェクトが。え、な、そんなにその隣の。待って、あのやつ本当にクレイの息かかってるようにしか見えないんだけど。これあげるねって言って、わ、可愛いと思ったら普通に爆弾説あり。またマルチ。いやー、もう、わー、いやー、うわー、楽しそうなんだけどね、ソロがいい。俺本当にこの間のその何滑り込み勢っていう名前で潜り込んだ時に思ったの、ちょっと俺さ、マジで負けず嫌いが発動してさ、1位取れないだけでちょっと嫌だったんだよね。その嫌になった自分が嫌になったんだけど、あ、俺マルチ向いてないなって心の底から思ったもん。あんな簡単なゲームでも、いや、素晴らしいミニゲームということには間違いないんだけど、ソロも欲しいです。 NPC と戦わさせて。いや、もうやっぱ配布だよね。さすがにガミン君かな。3月11日、待って、わかんないな、星5スキンかどうか。いやいや、2人ともマジでいい。いや、新格でいけ。何がとは言わないけど。今までで一番料理っぽいことしてる。今まで鍋にぼちゃ入れて、クチ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 チンって終わったからな。何？謎チャール？おーおー、寸劇出た、ありがとうございます。稚魚焼きみたいな、チコ焼きか。チコ焼き持ってるぞ。クソでけえチコ焼き。え？ちょっと待って。おー、あのクソ楽しい力さん。俺待って、昼神かこれ。お、昼神だろ。昼神来た。おいおい、いや、聞いてない聞いてない聞いてない。もう本当に昼神来るとは聞いてない。調查完雕像後、我们将能造访幽深的秘境。え、でけえこいつ。お、待って、俺別にさ、あの案件昼神作ってくださいとか言われたんじゃなくて、俺が勝手に本当に昼神っていうゲームを作って、それが OK されて作っただけでさ、マジでそういうのじゃないんだよね。本当に昼神来ちゃった。俺もさ、昼神のさ台本をさ送った時にさ、俺これ何の案件やってんだろうなって俺が一番思ってたもん。全てはこの時のためだったんだ。なるほどね。昼神来ると思ってないって、うん、わあ、俺の中がもう昼神に全部持っていかれちゃった。めっちゃ楽しみ。もうなんか最近ミニゲーム AA 祭の時もそうだけど、ちょっとやっぱヒルチャール関連、毎回一個欲しいよね。なんか多分今回で運営も分かってくれると思う。あ、昼逆いいなみたいな。昼逆じゃなくてもヒルチャール関連いいなみたいな。多分分かってくれると思う。10枚の技を使って前方に跳躍し、目標または地形に接触するとさらに空中へと高く飛び上がる。あー、え、なんかこういうゲームなかったっけ？相手踏んでもっと高く上げて、なんか攻撃するみたいな。なんか俺が今までやってきたゲームでなんかある気がするんだよな。エリアル、そうだ、モンハンだ、エリアルだ、エリアルスタイルだ。あ、そっか、ガミン君モンハンだったわ。エリアルスタイルです。だからノリできます。スローバさんだってあれ小中高だからやってるの。あー、ガミン君はエリアル体験ね。オッケーオッケー、わかりやすい。選択地面釋放。あ、もううわー、前方にも強いときた。見た今の動き、マジでマリオみたいなことしてるから。タンタンタン、3回目の跳躍やばい。すー、いやー、放浪者と比べて、まあ、放浪者、上に強いけど、上、鶴おばさんの方が強いなと思って、前方の方が放浪者さすがに強い、早いだろうと思ったけど、カウンも、なんかめちゃめちゃ使いやすいよね。だってさ、しかも落下攻撃入れてないからさ、クールタイム短縮されるわけだよ、これ。この、今の、マリオ三段ジャンプだと。
ね、CT 短縮気になるね。スキルで落下攻撃してなかった時の。まあでもさすが、もう、うわー。長そうだけどな。10秒に1回とかでもクソ強い感じするけど。放浪者、クールタイム、いくつだっけ？放浪者6秒！いや、そりゃ強いわ。でも6秒でちょっと使ってる時長いって感じたところあったから、そう考えるとあれかな。10秒ってクソ長く感じそう。で、放浪者やばいね。なんか、ここに来てなぜか上がる放浪者の評価。わあ、これもうビシュテンゴだ。やってることビシュテンゴだろ、これ。モーハンだわ、やっぱり。これ、もう柿です。ビシュテンゴが周りに投げた柿と一緒。そう、ビシュチャールだ。何人かランダムの試しキャラから2人か4人選んでチームを作れます。なるほど。多分自分が持ってるキャラからも多分選ばれるんだけど、それをちょっと自分育ってないよっていうんだったら、お試しキャラが4人とかも選択できるってことか。だから必ず2人はお試しキャラになるってことだよね、多分。ウピレット1人いればどうにもでもなるんだよね。敵が、ね、水スライム系じゃなければ。各キャラの初期総意ポイントは2で。あー、ルビレット対策だ。あー、ルビレット2回しか使えないよ。4ラウンドあって2回しかルビレット使えない。うわー、そういうことか。このエナジーがそういうことか。対策されちゃった。ヌビレット強すぎて対策されちゃったよ。全員あの人で良くないですか？もう黙らせるために、対策されちゃった。制限カードになっちゃった。そのうち禁止カードになりそう、ヌビレット。使用ダメです。でも回答祭で、フリーナと、KI？ めちゃ気になるけどな。あと個人的に一つ気になるのが、カーンとフレミネの掛け合い？まあ、ちょっとおもろそうだなーっていう。まあ、フレミネもさ、結構カラクリじゃないけど、まあそっち系統じゃん？なんかね、輝いてほしいけどね、フレミネも。僕の言うことがこんなにも称賛されるなんてっていう風に。なんか、カン師匠からお褒めのお言葉いただいてほしいわ、フレミネには。自信持ってほしい。各ごとのキャラは少なそう。まあそうね。いすぎると、まあ、なんか、印象に残りづらかったりするからね、せっかく出たのにっていう。一人、例えば、セロがいるだけでもうセロに持ってかれるのよ。もう、この低ワット大陸は。もう、それぐらい濃いキャラクターっているから、濃すぎる。勝利先生とセロの、ジョーク、大真面目に解説して、感心してそう。わー、見たい！すげー見たい！アルベド先生に続いてもう、自分を受け入れる人をセロ見つけちゃう。あー、おもろ。早くやりてー。